豊橋駅、豊橋駅は、愛知県豊橋茂田町屋座西軸にある、東海旅客鉄道、JR 東海、日本貨物鉄道、JR 貨物、名古屋鉄道、名鉄の駅である。駅番号は、名古屋鉄道が、NH01、本港では関連の深い、飯田線、名鉄の旧駅、吉田駅、1899から1943年、についても触れる。 豊橋鉄道の新豊橋駅、駅前停留場は別港。愛知県東部東三河地区の中心都市、豊橋市に位置し、その中心市街地に立地する駅である。隣接する駅も含めて多数の鉄道路線が伸び、加えて路面電車、路線バスなどの公共交通機関も集中しており、東三河の交通拠点として位置づけられている。 豊橋駅は、JR 東海、JR 貨物、名鉄の3社が運営。乗り入れる路線は、JR 線は、東海道新幹線、東海道本線、豊橋駅を起点に、辰野駅、長野県までを結ぶ飯田線、名鉄は、豊橋駅を起点に、名鉄岐阜駅、岐阜県に至る名古屋本線、計4路線である。また、隣接する新豊橋駅からは、 三河田原駅までを結ぶ豊橋鉄道厚見線、駅前停留場からは、路面電車の豊橋鉄道、東田本線の2路線がそれぞれ伸びている。この内愛知県の中心、名古屋市へは、JR 東海道新幹線、東海道本線と、名鉄名古屋本線の3路線が通じる。この区間では、JR 東海、名鉄の両社から各種特別企画乗車券が発売されており、 激しいシェア争いが展開されている。ただし、豊橋駅は、両者の共同使用駅であり、構内を共有している。なお、2005年から誤条を防ぐためか、名鉄専用の発車表は、通常省略される、名鉄2府、名鉄1のみや、名鉄名古屋の名鉄を省略せずに表示している。貨物営業を担当する JR 貨物は、東海道本線と飯田線において、 第二種鉄道事業者として、貨物列車を運転しているが、豊橋駅に停車する、貨物列車は存在しない。ただし、コンテナ取り扱い駅としての機能は、豊橋をフレイルステーションとして残存する。駅の開業は1888年、明治21年。当初からの東海道本線に加え1897年、明治30年に、飯田線、1927年。 昭和2年に名鉄線が乗り入れ、1964年、昭和39年に東海道新幹線が開通して、現在の路線網が出来上がった。JR と名鉄の2社が運営する現在の体制になったのは1987年、昭和62年の国鉄分割民営化によるものである。同年3月15日まで国鉄二股線の一部列車が、 東海道本線停油で直通運転していたが開始時期は不明。豊橋駅の事務官コードは52万135となっている。豊橋駅は1888年明治21年9月1日に内閣鉄道院の路線の駅として開業した。当時正式な路線名称は設定されておらず、1895年明治28年に 東海道線の路線名称が与えられた。駅が開設された所在地は豊橋町ではなく厚見郡へ田村西宿だった。当時の町の中心から西南に約600メートル離れた場所とはいえ、駅の開業は豊橋が発展する契機になった。駅前から市街地の上天満町まで停車場通り、後の時は通が建設された。その頃駅や通りの周囲には、 田畑が広がり、駅前には旅館3軒、貨物を扱う運送や1軒という状態だった。その後徐々に様相が変化し、駅周辺は新たな町の中心地として発展していった。ちなみに、1906年、明治39年、豊橋町が花田村を合併して、明日ともに豊橋駅になった。その後市政を施行し、豊橋市になった。 1897年、明治30年7月15日、豊川駅まで、豊川鉄道という私鉄の路線が開通。これは、現在の飯田線の一部にあたる。同社はもともと、保育軍下地町、現、豊橋市、豊川北川の地域と豊川駅を結ぶ鉄道を、計画していたが、豊川に加強して、豊橋駅に接続した。こうして、豊橋駅を共用していたが、 1899年、明治32年に北側へ独立して吉田駅を開設した。この吉田駅は大正末期に改築、会場に食堂を併設する三角形の側壁を特徴とする鉄筋コンクリート造りの建物になった。1908年、明治41年、市に隣接する高志村、現、豊橋市に陸軍の 第15師団が設置された。これを契機に、市の玄関口の豊橋駅にも影響を与え、市政志向以来、豊橋市を最も大きく変容させたと記録されている。乗客や貨物が増加し、戦時における師団の移動の観点からも、駅の拡張が寄給された。1911年、明治44年、駅拡張工事着工。1916年、大正5年、 新駅舎完成。開業時からの旧駅舎は縦坪約45つぼ、150メートルの河原吹平屋建てだったが、新駅舎は約145つぼ、480メートルの石、岩尾吹平屋建てで、入り口には車寄せを設けた近代的な建物になった。1920年代には、豊橋駅周辺に相次いで私鉄路線が加わった。 1925年、大正14年、市内に、豊橋電気機動、現、豊橋鉄道、東田本線の路面電車が開通、駅前に、北側から乗り入れる、駅前停留場を設置した。1927年、昭和2年、厚見半島の田原とを結ぶ厚見電鉄、現、豊橋鉄道厚見線が、豊橋駅の400メートルほど南に新豊橋駅、初代。 現、花田信号小設置。同年、愛知電気鉄道豊橋線。現、名鉄名古屋本線が、豊川鉄道の吉田駅へ乗り入れて全通した、後日、同1927年、昭和2年、鉄道省豊橋駅も再度の駅舎改築。1929年、昭和4年、西口が新設された。名鉄の前身にあたる愛知電気鉄道。 以下アイは、1927年6月1日より、吉田駅に乗り入れたが、以下のような経緯による。1912年、明治45年、アイデンは、北半島西部で、路線、現、床滑線を開通させた。1917年、大正6年、起点の神宮前駅、名古屋市より、東へ路線を伸ばし始めた。1923年、大正12年、 東岡崎駅、岡崎市へ到達。1926年、大正15年、豊川鉄道小坂駅、豊川鉄道吉田駅から当時2つ目の駅に乗り入れた。豊橋方面へは、愛電が小坂駅南方に稲駅、吉田駅までの単線を新設の上で、既存の豊川鉄道線の単線と合わせて、複線として両者共用する方式を取り、 新線が1927年6月1日に開通し、吉田駅乗り入れを果たして、愛電豊橋線、神宮前、吉田間の全通となった。全通した豊橋線には高速運転をする特急列車や急行列車が新設され、その所要時間は特急63分、急行72分と、同区間の鉄道省東海道線に比して40から50分。 早い高速運転を実施した。さらに1930年、昭和5年からは、超特急朝日が一往復新設され、神宮前、吉田間を57分で結んだ。このようなアイデンの優位により、短期間で乗客が東海道線からアイデンに流れた。1935年、昭和10年、アイデンは、明紀鉄道と合併、名古屋鉄道になった。 太平洋戦争中の1943年、昭和18年、豊川鉄道の路線は国有化され、国鉄飯田線の一部となった。これに伴い、吉田駅は豊橋駅に並行され、吉田駅を共同使用していた名鉄も豊橋駅への乗り入れ、国鉄との共同使用へと変更された。同様に線路の共用伏線は、買収を経た国鉄と直接的なライバル関係に、 なったものの解消はされず、JR になった現在でも継続して行われている。太平洋戦争末期の1945年、昭和20年6月19日夜、豊橋の町はアメリカ軍によって空襲された、豊橋空襲。市街地の約90%が消失する被害を受け、豊橋駅も機関区と配電室を除いて、被災、駅舎は全焼した。 東海道本線が平常運転に服するのに1週間を要し、駅の一般乗降客の取扱い再開は7月20日だった。飯田線は6月22日に、名鉄線は翌23日に再開した。空襲後、駅舎は東海道本線側はバラックで営業を続け、飯田線、名鉄線側、旧吉田駅については、コンクリート壁だけが焼け残った残骸のまま。 使用されていた。空襲から5年後の1950年、昭和25年、新駅舎が再建された。この駅舎は、国鉄以外の企業、自治体などが、駅舎の改築工事費を分担し、竣工後に一部を商業施設などに使用する、民衆駅の第一号として有名である。木造2階建て、縦つぼ560坪、1850メートルで、1階に、 飲食店、理髪店、雑貨店などを民間の商業施設が2階には市民出資の豊坂百貨店が入居した。同時期に駅前広場の拡張も実施された。従来の広場面積は4000メートルを拡張して18,600メートルとした。広場には防火用水と広場の美化を目的に噴水も設置された。1953年、昭和28年、 東海道本線の電化区間が豊橋駅を経て名古屋駅まで到達した。これに合わせて東京駅と大阪駅を結ぶ特急、鳩が豊橋駅への停車を開始した。一方、名鉄は1948年、昭和23年、名機線と豊橋線を一体化して、豊橋駅と新岐阜駅、岐阜県岐阜市、現、名鉄岐阜駅を結ぶ名古屋本線と改称した。 ともなって、豊橋と岐阜を結ぶ直通列車の運転が開始。1964年、昭和39年10月1日、東海道新幹線が東京駅から新大阪駅まで開通。この時、豊橋駅にも新幹線の駅が新設された。新幹線駅が建設された豊橋駅西口は、鉄筋コンクリート作り2階建ての京上駅舎に改築された。 その後新幹線の開通と、東三河地域の工業開発により、乗降客数のさらなる増加が見込まれ、駅舎の改築が開始。改築に先立ち、初代民衆駅2階にあった、豊坂百貨店は、1968年、昭和43年に、駅東口に、新ビルを建て地下1階、地上7階建ての、シャルマント豊坂として移転した。 しかし2年後に火災が発生、営業を休止している。1970年、昭和45年、完成された新駅舎は、地下1階、地上3階建て、鉄筋コンクリート作りの駅ビルとして開業した。駅ビル、豊橋ステーションビルは100余りの店舗が入居する商業施設を兼ねており、運営会社として豊橋市も出資する。 豊橋ステーションビル株式会社が設立された。また、駅ビル建設と並行して市は、駅前の整備にも着手。駅前の混雑解消と歩行者、車両の分離を図り、1976年、昭和51年までに、東口コンコースと駅前外区などを結ぶ、地下道と、西口と東口を結ぶ、東西連絡地下道からなる。 総延長約700メートルの地下道を完成させた。1987年、昭和62年、国鉄の分割、民営化により、国鉄豊橋駅の旅客営業は、JR 東海に、貨物営業は、JR 貨物に継承された。豊橋駅の JR 発足後の大きな事業として、駅ビルの再度の改築がある。JR 東海は、会社発足当時から、 1970年の建築から二十数年を経て陳腐化した駅ビルのリニューアルを計画していた。豊橋市側でも東西自由通路を整備し、駅周辺の活性化を図る計画があり、1990年平成2年に JR 東海都市は駅ビルリニューアル、自由通路整備等の推進で合意、東西自由通路、京上駅舎、東口駅前広場の整備と、 駅ビル造改築からなる豊橋駅総合開発事業が進められることになった。1994年、平成6年に本体工事に着手、市制90周年に合わせた1996年、平成8年、まず第1段階として自由通路と橋上駅舎が完成。第2段階として1997年、平成9年までに商業施設と ホテルからなる駅ビルが開業した。駅ビルは既存ビルに2層増築して5階建てのビルとし、その線路側に13階建てのホテル棟を新築して、延べ床面積を従来の4倍に当たる約4万メートルとした。東口駅前広場の整備は1998年、平成10年に完成。約5000メートルのペデストリアンデッキが整備され、デッキ下の1階部分には、 バスタクシー、路面電車といった公共交通機関のターミナル機能が集約された。このうち路面電車については軌道が約150メートル延伸され、駅に直結する形となった。続いて2004年、平成16年から東口南側の地域において再開発事業が開始された。 駅近くにありながら、東海道本線と豊橋鉄道厚見線に挟まれているため低エミリ用地だった。それまで駐車場として使用されていた、貨物駅、操車場跡地を再開発する事業である。2008年、平成20年3月に新豊橋駅との乗り換え距離を短縮する南口自由連絡通路が整備され、6月に厚見線新豊橋駅の移設が完成。 低ミ利用地の活用と厚み線との乗り換え利便性向上が達成された。豊橋駅のホームは大きく分けて東側に JR の在来線、東海道本線、飯田線と名鉄線のホームが西側に新幹線のホームが配置されている。新幹線の駅は高架駅である例が多いが豊橋駅は地上駅で在来線のみならず新幹線も 線路やホームがほぼ地平レベルに存在する。在来線、名鉄線のホームは、計古面8線。ホームの形状は、片側のみに線路が接する単式ホーム、1面1線、両側に線路が接する、島式ホーム、2面4線、そしてホームの端が同一平面でつながった、東端式ホーム、串型ホーム2面3線が混在する。 ホーム番号は東側を起点に1番線から8番線まであり、東端式ホームの3線が1.23番線、端式ホームの1線が4番線、島式ホームの4線が5.67.8番線である。東端式ホームは4番線の端式ホームの北側を切り替えた形で、同一平面上で移動が可能である。1から4番線は、他のホームより有効長が短い、1、 4番線が JR 線6両、3番線が名鉄線8両にそれぞれ対応。1.2番線に飯田線の列車が、3番線に名鉄線の列車が発着し、4から8番線には東海道本線名古屋地区及び道線静岡地区の列車が発着する。ただし、使用頻度はごくわずかだが4番線も飯田線の列車が使用する。 飯田線の列車が一点二番線に入線中に、名鉄線の列車の出発は可能だが、名鉄線の列車の入線中に一点二番線の飯田線の列車の出発、または飯田線の列車が出発中に、名鉄線の列車の入線は、不可となっている。東海道本線は上り、下り列車ともに四から八番線の各線から、出発はできるが、入線は、上り列車が四から六番線。 下り列車が7.8番線に限られる。このため、浜松方面から飯田線に乗り入れる列車が設定される場合は、豊橋駅停車後、西小坂駅まで引き上げられ、西小坂駅留置線で方向転換の後4番線に再入線する。現在でも飯田線の特急、稲ロに使用される373系電車は、浜松駅から普通列車、または 回送列車として豊橋駅まで送り込まれるが、この際にも豊橋駅下り線に入線した後、常日の経路で豊橋運行区まで転線を余儀なくされている。かつて静岡地区を拠点にジョイフルトレイン、悠々東海や急行系電車を使用した飯田線直通運転の臨時観光列車が頻繁に運行された時期があるが、この際には多くの場合、 乗客を乗せたまま豊橋西小坂井間を往復していた。この点線措置は、東海道本線浜松方面から飯田線に乗り入れる場合にのみ行われているものであり、飯田線から東海道本線の堀方向に直通する場合、あるいは名古屋方面と飯田線との総合間の直通運転に、際しては、このような点線措置は不要であるため行われない。 ホームの使用状況を表で示すと、以下の通りである。八番線の西側にも一面島式ホームがある。これはかつて、豊橋駅まで直通運転していた、二股線、現、天竜浜名湖鉄道天竜浜名湖線、二つ東の新所原駅が起点のホームで、直通運転を取りやめた現在では留置線に使用されるのみである。このため9一0番線は、 結番となっている。校内にはホームに隣接しない線路も複数存在する。そのうち東海道本線の浜松より東側に伸びる線路は豊橋鉄道厚見線の花田信号所につながる。ここはかつて厚見線との間で貨車の受け渡しが行われた場所で、現在では新車搬入の際などに使用される。また校内の名古屋より1.2番線ホーム北側には 豊橋運輸区が設置されている。建設時の経緯から、飯田線の前身豊川鉄道と名鉄の前身愛知電機鉄道は、豊橋駅から平井信号場までの約4キロメートルの区間において線路を共用したが、これは両者が JR 東海、名鉄となった現在でも残る。この共用区間では、 名鉄の列車本数は1時間あたり最大6本と協定によって制限されている。またここは免許上、JR、名鉄ともそれぞれ対応しているわけではなく自社施設、すなわち第一種鉄道事業者として扱われている。新幹線のホームは計2面3線で、ホームの形状は単式ホーム1面1線及び島式ホーム1面2線である。 ホーム番号は東側、在来線側から11番線、12番線、13番線の順で、島式ホーム東側が11番線、その反対側が12番線、単式ホームが13番線である。基本的に12番線を上り、列車が13番線を降り列車が使用する。11番線はダイヤが乱れた際の予備のホームで、通常列車は発着せず、 工事用車両の留置に供される。12番線と13番線の間には上下の通過線が通る。13番線は短式ホームであるが、反対側、西側十4番線を増設するスペースが確保されている。駅舎は東西自由通路を併設する、橋上駅舎であり、ホームの上空部分に設置されている。橋上の改札外とホームの移動用に、階段のほか エスカレーターエレベーターが各ホームに設置されている。改札口は JR 線、名鉄線改札口と新幹線改札口の2カ所でどちらも自由通路に面する。JR 全線切符売り場、設置駅。JR 東海の駅としては駅長配置駅、直営駅であり管理駅として二川駅を管理している。名鉄線の友人窓口は 改札前と3番線入り口の2カ所。ミューチケットはこれらの窓口のほか、改札外にある3台の自動券売機で発売している。改札外にミューチケット券売機は設置されていない。駅ビルは東口側にあり、京城駅舎と合わせて整備された。地下1階、地上5階建ての建造物と、飯田線、名鉄線上空部分を含めた、 地上13階建ての高層棟が一体となったビルである。名称は豊橋ステーションビルで地下1階から地上4階までが商業施設、地上1.2階の一部と5階から13階までがホテルとして使用されている。商業施設の名称はカルミアで豊橋ステーションビル株式会社が運営。ホテルの名称はホテルアソシア豊橋で株式会社 JR。 東海ホテルズが運営する。ビルの2階部分に、駅の改札口へ通じる自由通路が通り、その自由通路から、豊橋鉄道新豊橋駅へ通じる南口、自由連絡通路が分かれる。豊橋オフレイルステーション、略称、豊橋大須は、豊橋式田島町中川原、船町駅北東側にある、JR 貨物のコンテナ取り扱い駅である。 コンテナ取扱い駅ながら貨物列車が発着せず、列車輸送に変えて、最寄りの列車発着駅までトラックによる代行輸送を行うオフレールステーションの一つ。豊橋大須の場合、トラック便は西浜松駅、浜松市との間に1日3往復設定されている。大型コンテナ及び産業廃棄物の取扱いは、豊橋大須では行っていない。 豊橋駅はかつて貨物列車が発着していたが、1998年、平成10年10月3日より発着のない自動車代行駅に変更された。さらに2006年、平成18年4月1日、トラックで代行輸送を行うコンテナ基地の名称を統一した際、オースとなった。列車の発着がないものの豊橋オースには線路が残る。しかし、 車止めが設置されており、旅客駅側とは分断されている。国鉄、後 JR 貨物が展開する物資別適合輸送の一つにかつては資料輸送があり、国鉄は日本資料ターミナル株式会社を1969年、昭和44年に設立、配合資料の中継サイド基地を養鶏が盛んな場所へと設置していた。 この中継基地が1969年12月、豊橋駅にも新設されている。しかし、1970年代後半以降の利用の低下で、基地は閉鎖され、会社そのものも1986年、昭和61年に解散した。豊橋駅は、貨車走車場の機能を持っていた時期がある。飯田線沿線の佐久間ダム建設の際、 ダム建設資材輸送のための飯田線輸送力増強の一環として、豊橋駅の操車場機能が強化され、1955年昭和30年駅が拡張された。操車場としての分類は1978年10月ダイヤ改正の時点で畜指定蘇生駅であったが、1984年2月ダイヤ改正に伴うヤード集結経貨物輸送の廃止によって、 役目を終えた。名古屋方面には JR 東海道本線、東海道新幹線と名鉄名古屋本線が競合しているため、高速、高密度化が図られている。東海道本線は2006年10月から平日早朝は8分おきに名古屋方面への快速列車が発車し、名鉄も平日始発から7時台までべての列車を特急列車へと改正し、 2011年3月より、名鉄は8時台まで拡大。JR 快速、名鉄特急とも、名古屋駅、名鉄名古屋駅まで最短50分弱で到達する。JR 東海からは、名古屋往復切符、名古屋、豊橋カルテット切符、名鉄からは、名古屋特割に、名古屋特割30という特別企画乗車券が発売されており、現在も激しいシェア争いが展開されている。 東海道本線の運行形態はおおむね普通列車2本、30分ヘッド、快速列車4本、各種15分ヘッドであるが、朝夕は増便される。夜間は普通列車の代わりに、区間快速で運用する。この時間帯での普通列車は、岐阜岡崎間での運転が多く、区間快速は、豊橋岡崎間は、各駅停車であるため、日中の名鉄の運行形態は、 急行列車2本、30分ヘッド、特急列車4本、各種13.17分ヘッドである。浜松方面には、東海道本線の普通列車、各駅停車及び一部快速列車の直通、浜松駅まで所要時間32の33分、停度、距離 36.5km が、おおむね1時間に3本ほど運行されている。飯田線には、特急、 稲牢を除くと、豊川駅北へ行く、普通列車、一部を除き、船町駅と下地駅は、通過が、おおむね1時間に1から2本ほど、豊川駅折り返しの区間列車が、おおむね1時間に2本ほど運行されている。東海道新幹線は、のぞみは、全列車通過し、東京名古屋、新大阪間の、光が、上下ほぼ2時間ごとと、小玉が停車する。 光に関しては早朝深夜帯を除き、豊橋を発着する東京方面の列車は、新横浜まで停車しない。JR 在来線の優等列車は、飯田線の特急、稲路、豊橋駅発着が停車する。お盆期間は名鉄が休日ダイヤとなるが、JR の平日ダイヤに合わせるために、朝の一部列車において、当駅発着時刻が数分変更される。以下。 出店の関係から、乗車人員と乗降人員が混在しているため、比較の際は注意を要する。また、豊橋市統計所によれば、JR 名鉄豊橋駅の一日平均乗車人員は、合計で2007年度42,241人、2008年度42,294人、2009年度45,530人、2010年度41,202人、 2011年度4万1382人であった。また、名鉄交通広告の公式ホームページによると、2008年度の JR 名鉄豊橋駅の1日平均乗降客数は、合計8万8288人であった。愛知県統計年間及び豊橋市統計所による、近年の1日平均乗車人員推移は、下評の通り。なお、 名鉄の乗車人員は2005年度以降は他の交通機関との連絡、乗り換え人員を含んでいるので2004年度以前のものと2005年度以降の数値を比較する場合は注意が必要である。壺屋や弁当部による稲荷寿司が元来当駅の名物である。主な駅弁は下記の通り。2008年3月11日オープン。6月5日。 移転開業の豊か鉄厚見線新豊橋駅との接続を図るために新設された。西口は西駅という通称があり、これは豊橋市に西口という地名が存在するためである豊橋市でタクシーに乗車の際西口までと告げると必ず駅の西口なのかを確認される。地元の人は必ず西駅までと告げる。バス停も西駅前を名乗る。 近くには、愛知県立豊橋特別支援学校 B コースのバス停がある。豊橋駅前、東口、豊橋駅、バスセンター発着及び、西駅前、西口発着に分かれている。豊橋市内をはじめ豊川市、新首羅市、田原市など、東、三河各方面への路線があるほか、東京方面及び、関西方面への高速バスがある。 一般路線バスはすべて豊か鉄バスが運行する。ペデストリアンデッキの下に7つの乗り場と3台分の降車場を備える豊橋駅前バス停があり、豊か鉄バスの各路線が発着する。豊橋駅バスセンターがあり、乗車券、回数券、定期券の購入や時刻表の入手ができるほか、待合室、夜行バス発車まで利用可能としても利用できる。 豊川線、新豊川線の降車場は、県道の東側、道村前にあるが、ここはかつて、豊川、豊橋市民病院方面からの豊橋、バスターミナル行きが使用した、降車場である。以下に示す、各路線の行き先、経由は、原則として、豊か鉄、バスウェブサイトに掲載された時刻表の表記によっており、区間運行の系統は省略した。詳細は、 各路線の記事を参照のこと。かつて、2番乗り場を JR 東海バス浜名線、二川駅、新町駅方面及び高速イラゴライナー、東京駅行きが使用しており、県売所もあったほか、3番乗り場を、豊か鉄バスと、名鉄バス東部とよはし線、全、芝順幹線、前芝、蒲郡駅方面が共用していた。駅前大通り沿いの、 豊橋信用金庫駅前出張所の前に設置。停留所の名称は豊橋駅東口である。豊橋鉄バスと共同運行会社以外の高速バス運行会社はここを発着する。駅前大通り沿いの豊橋信用金庫駅前出張所前に設置。豊橋市のコミュニティバスとして豊橋市北部豊川よりも北側の地域を運行する。豊橋鉄バス。 豊橋市、コミュニティバス、潮風バスのに事業者が乗り入れる。バス停の名称は共に西駅前である。詳細は各路線の記事を参照のこと。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。